BO25 ですというところで、タイガースのフランチャイズやっていきます。よろしくお願いします。はい、というところで、本日から、2年目スタートいたします。よろしくお願いします。前回の動画の方でオフシーズンを過ごしまして、まあ結構ねチームとしても、まあ、バイエスを放出したり逆にアロザレナを獲得したりとなかなか動きのあった、オフシーズンだったわけですので、まあ、我々ね、今シーズンは頑張ってワールドチャンピオンを目指していこうかなと。まずは地区優勝をねこう目先の目標にし、で、ポストシーズン進出っていうのは確実にしていきたいというふうに思っておりますが、ね、果たしてどうなるかわからないというところで、今回ね、開幕戦でございますが、開幕の動画はね、早く撮らないとね、あれなんよ、なんていうの、私がさ、プライベートでゲームできないから、なかなかこのオフと開幕戦のね、なんていうんですか、間隔は短くなってるんですけれども、はい、やっていきます。というところで本日は3月の27ですね。開幕戦は、ロイヤルズになります。ロイヤルズは昨シーズン我々より上でした。うん。我々より下は去年ホワイトソックスしかいなかったので、ちょっと悲しい事態になってますが。ね、そしてもちろん開幕を迎えるということで、オーダーの方も決めてまいりました。まずは開幕投手、タリック・スクバルです。まあ、成績とかで言ったらマニングの方が良かったんですけど、まあ、スクバルかなと、やはり、ここはスクバルに今シーズンね、エースとして頑張ってもらうという意思表示も込めて、我々はスクバルに任せたいかなと思ってます。ローテーションとしては、スクバル、マニング、オルソン、マイズ、台湾ウォーカーですね。この5人がとりあえずは張っております。じゃあ、スクバル頼むよ。で、オーダーはこんな感じです。1番にアロザレナを置きまして、で、センターですね。で、グリーン、トーケルソン、カーペンター、ウィズダムと、この並びですね。去年はでもここが逆だったのかな。2、3番が、違うな。でも3番トーケルソンが去年結構置いてみてよかったので、3番トーケルソンにしまして、ちょっとうちね、ディフェンスを捨ててるんですよ、現状。ウィズダムをサードで使ってるんですね。まあ、これがキッズと出るか、基地と出るか、京都出るかは分からないんですけれども、それウィズダムをサードで使ってます。それすることによって、ジョックがね、DH で入ることができ、ね、そして9番には、マットショーというところでデビューをさせていきます。バイエスがね、トレードで出てましたので、まあ、それはね、もうマットショーをと、デビューさせるということが、ありましたので、バイエスをね、トレードで出すことができましたから、マットショーが9番ショート。で、まあ、それの、バックアッパーとして、アメドとミゲル・ロハスがいると。で、まあ、ユーティリティプレイヤー、マット・ビアリング、キャッチャーはとりあえず、ロジャースとサンチェスの体制で。で、今日はサンチェスで行きます。はい。まあ、ちょっと攻撃力欲しいんでね、サンチェスで行こうという形です。でも、これとキース。キースってそういえば、去年、あ、まだ取ってないんか。はい。じゃあ、これで行きましょう。スタートです。JD とかいるんだね。ボビー・ウィット4番なんだ。ちょっとメンバーあんま変わってないんだね。JD 取ったんだね。しかもレフトで使ってる。逆でいいんじゃねえか、レフトと DH。さあ、スタートです。頑張ろうね。いや、ジョックがやっぱ相変わらず、チャラいね。よし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 。ケリー・カーペンターは今年できてもホームラン王あたり狙ってほしいけどね。さあやっていきましょう。ちょっと音上げようか。さあここだとね、予想のプロジェクトが見れたりするので、まあ、そこも気にしながらですけど。さあオープニングデイはカンザスシティロイヤルズです。開幕戦のロイヤルズでブレイディ・シンガー、もう嫌な思い出しかないですけどね。まあツインズやってた頃ですよ。まあね、ちょっと撮影方法をその時だけ変更して行った結果完全試合食らうっていうね、なんかやばいことしたんですけど。さあこれがおよそ、おアロザレナはやっぱり、おアロザレナが結構やっぱ取るね。ミツダムが37本、75勝83、7敗っていう、ひどい予想されてますけれども、これを上回りますよ。パイレーツの頃はね、それをもう何度も上回って、まさかの3年連続ポストシーズン出てますので、ね、まあ、そこら辺の自信というか、あります。アロザレナがやっぱ盗塁もできるようになってるので、やっぱこう、かき回してほしいなと思いますね。やっぱアロザレナがキーですよね。そうです、やっぱり。彼はパーカーメドウズとか出しましたから。さあ、スクバル頼むよ。かっ
こいいね、スクバルね。よーしね。さあ、いいよ。先頭バッターはスライダーで見逃しの三振です。よし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 。さあ、ちょっと初回ね、だいぶ JB に粘られ。10球くらい粘られたけど、よかったよかった。さあ、うちの攻撃です。さあ、頼むよ。1番アロザレナ。昨シーズンは3割39本。すごいね。さあ、期待しちゃいます。お、いいんじゃない？あ、ちょっと足りない？結構、ああ、足りないか。結構いい角度で上がったんだけどな。わあ、ここ引っ掛けた。あ、抜ける。よーし。パワーもだいぶ成長したんですね。20本ぐらいいけるかな。なんか、アロザレナが2人みたいな感じになってほしいな。ただここはスライダー。シンガーはスライダーすごいね。すごい回してる。パスカンティーノ、イズベル、ベラスケス。そうか。ちょっと嫌なバッターだな、パスカンティーノは。あー、うまい。うまいね。簡単に三振するバッターじゃないですからね、パスカンティーノはね。いや、ストライクじゃない？ちょっとこれはサンチェスのフレーミングか。やばい、カペタ無理か。おー、でも一塁止まった。危ない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 。もう一つずつ各駅停車だった。危なかった。あれ後ろにそらしてる可能性十分あるからね、あの打球ね。危なかった。カーペンターよく止めたわ。オッケーオッケー。よし、ショー、いいよ、オッケー、ナイスプレイ。いや、欲しいところでゲッツー取れたね。いいね、しかもショーも初めての守備機会。怖いね、初めての守備機会、ワンアウト満塁で、ミスったら1点の場面だからね。よし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 、これは素晴らしいよ。コルト・キーストもね、去年のルーキーですけど。やばい。ラストめんどい。あれマイケル・ガルシアそんな足速くないのか。あれ 68？ もうちょい速いイメージだったけどね。あ、じゃあそれダイロン・ブランコか。マイケル・ガルシアじゃないのか。めんどくせえなあ、でも。あれダイロン・ブランコがなんか98ぐらいあるんだっけ。さあ、ギャレット・ハンプソン。ああ、彼は足速いですよね。まあ、キース一つかな。さて、ワンアウト三塁、またピンチか。ただしかもここでクリーンアップからだからね。あ、ワンアウト、ワンアウト。JD か。昨シーズン、さっきは粘られてファーボール。2割6分8厘、結局28本打ってっかな、JD もな。カブス行って結構打ったんだよね。まあ、1点、しょうがないか。お、大丈夫か、ショー。ダメかな？ダメか。ちょっとミスったね。さっきじゃなくてよかったけど。もう私のミスだ。メーターミスだ。キース、よいしょ。よし、OK。いいね。キースは今年守備目標に上げてそうで、なんとなく。今年はゴールドグラブ取りますみたいなこと言ってそう。さあ、パスカンティーノ。よし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 。ちょっと今日ストライクゾーンがバラバラだね。圧倒的ストライクのところボールって言われたりもしたし、同じ低めでも全然違うんだよな。さあ、サンチェス頼むよ。昨シーズン2割1分2厘1本なんだね。サンチェスキープスイットワンハンドレッド。何を。もう作ってんだ。すごいね、デトロイトのファンね。サンチェスがどういう選手かも、まあ、さすがに分かってるか。どういう選手かはさすがに分かってるか。まあ、サンチェスは本当にもう、ホームランをやっぱたくさん打ってほしいので。ダメか。まあ、ちょっとサンチェス、ロジャースっていうね。打率はクソ、クソとしてる。打率はとんでもないことになりそうな。さあ、そしてマットショーデビューです。ぬるっとデビューです。お、いいね。
どうだい？飛びすぎた。いや、いいところで捉えてんだけどな。飛びすぎてね。メジャー初打席。飛びすぎて、イズベルの正面でした。いやー、マジで、すごいね。割られた。1点か、これは。よし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 。お、セーフか。三つ刺したくね、さっきの。マジ？いいか。頑張ってほしいんだよな。いやー、打たれた。あっちゃ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 。すごい大暴投した。めっちゃ大暴投しちゃった。よし、キス、頼むよ。OK。よーし、ナイスプレイ。さあ、マイケンは、この回は無失点。どうしようかな。もう1イニングいってほしい気もするけど。よし。ライリー・グリーン2安打。首位打者、ね。狙うかい？ライリー・グリーンね。よし。いい当たりなんだけど、全部正面ひっついてんだよな。ん？キス？うまい。いいね、今年ゴールドグラブ狙う。目標に掲げてそうだもん、ナンペアな。2年目、私は今年ゴールドグラブを狙いますって。うん。OK。そう。これは、3つ。いけなかった。よし、うまい。ナイスプレイ。今年ゴールドグラブいけるね。ボコボコだもん。どうしたブライス・ウィルソン。すごい打たれてる。さあ最終回ちょっとどうにか1点ずつ返そう。11対0か。初回から初戦から。おおお、よし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 、とりあえずトークテルソンに一発が出た。ね、前昨シーズンはね、なかなか出なかった一発が今シーズンは買いまくれてた。よしよしよし、トークテルソンぜひとも25は超えてほしいな。100打点と、この2つを目標に。よし、ナイス。よしよしよし、とりあえず1点返すぞ。結構完璧に捉えてはなかったんだけど、ね、若干前に出された感じもあったけど、それをものともしないブルペン。よいしょ。これだよな、ジョックな。よーし、いいぞ、ジョクトーバー。ジョクトーバーじゃないけど活躍してもね。よーし、よし、よし、よし。ナイスホームラン。よっしゃ。これ怖いでしょ？ペレスいるんだね、一応ね。でも DH でも出てないし、キャッチャーでも出てない。なんか、開幕出さないんだね。よし、ジョックとりあえずいいぞ。お、出ました、出ました。はいはいはい。よっしゃ、やったね。ベンチ広いね。いわゆるベンチ広いんだな。ジョックに期待してるのこれだからね。完璧だもん。いいぞ。さあ、変わる。さあ、スバレスさんがここにいるんだね。たまらずなんか守護神みたいなの出してきたけど、点差はまだ全然あるぞ。さあ、キースも行っちゃうじゃん。今日守備で頑張ってるからね、キースはね。
わあ、ちょっとロイヤルズ海に出すのが早くない？多分コマ送りしたらキースが空振りよりも先にロイヤルズ海に出てたよね多分ね。優秀、あーまあまあいいか。最後の2ホーマーがもうプラス材料。そうね、ちょっとブライス・ウィルソンだけがマイナスかな。まあちょっとスクバルもね、今日あんまりよろしくなかったけど、まあ、ただトーケルソンも2安打出て、7安打全体で出てるから、まあライリー・グリーンもヒット出たし、まあ、ヒット出てほしいメンバーというか、まあ主力を今シーズン張る人間たちは、まあ、それなりに何がやってくれたかなっていう感じはする。1日休みだからね。これはありがたいですね。はい、じゃあちょっと切り替えていきましょうというところで、ありがとうございました。こんな感じで2年目やっていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。バイバイ。